決意。点差だな。ゼウス中に乾杯しました。嘘だろ。おとなしガセじゃねえのか。あの帝国が初戦で負けるわけがねえだろ。それも10対0って、帝国が1点も取れないなんてありえないっすよ。おとなし、どういうことだ。見たこともない技が次々決まって、帝国が手も足も出なかったそうです。帝国だぞ。あいつらの強さは、戦った俺たちが一番よく知ってる。あいつら本気で強いんだ。軌道がいるんだぞ。お兄ちゃん出なかったんです。え、お兄ちゃん、うちとの試合で怪我したじゃないですか。相手はノーマークの学校だったから、大事を取って控えに回っていたんです。そしたら相手が圧倒的で、傷を押してお兄ちゃんが出ようとした時には、あの軌道が。そんなこと絶対ありえねえ。キャプテン、落ち着いてほしいっす。落ち着いていられるか。軌道たちが乾杯なんてありえねえ。エンド、キャプテン。嘘だ。あいつらが負けるなんて、帝国が一点も取れないなんて。起動。よう、エンド。笑いに来たのか。なわけねえだろ。キド、どうした。蹴り返せよ。40年間無敗の帝国学園、俺たちはその伝説を終わらせたんだ。ただひたすら勝つことだけを考えて戦い続けてきた。それがボールに触れる前に試合が終わってたんだ。お兄ちゃんがフィールドに出た時には、すでに他の選手は倒されてて、試合は続行不能になっていたんです。今までずっと寝ても覚めてもサッカーのことしか考えてこなかった。それがこんな形で終わるなんてな。俺のサッカーは終わったんだ。そんなことはない。お前が見捨てない限り、サッカーはお前のものだ。起動。知ってるだろう、春菜のこと。まあ、いや、そうじゃなくて、さ、うん、この家に俺だけだ。マジ？こんな広い部屋に一人かよ。あ、すっげえ古いサッカー雑誌だな。まあな。俺がなんでサッカーやり始めたか知ってるか。うん、うん、だろうな。俺だって人に話すのは初めてだ。なんだよ。俺の両親、飛行機事故で死んだんだ。父さんも母さんも海外勤務が多くてさ、俺と春菜は二人っきりだった。そしてあの事故で本当に二人っきりになっちまった。かわいそうに。こんな小さな子供を残して、これからどうするのかしら。これがたった一つ残った遺品よ。
切にしなさい。家族の写真一枚残ってない。小さかったから父さんや母さんの記憶もほとんどない。残ったのはこれだけ。これだけが父さんと俺をつなぐ絆なんだ。だからサッカーを始めた。ボールを蹴れば父さんと一緒にいるような気がした。けど最初はそうだったのさ。ボールを蹴ってれば楽しかった。だが周りは勝つことを求めてきた。サッカーは勝たなきゃいけないものになってしまったんだ。どんなことをしてでも勝たなきゃいけないものに。だから影山が神様に思えた。あんな奴がだ。大事な雑誌だろ。でもお前も同じだったんだな。俺にもさ、死んだじいちゃんがいて、すっごい選手で。遠藤大輔、伝説の天才キーパー。後に稲妻イレブンの監督となる。すげえ、知ってんだ。まあな、お前に関するデータは全て集めた。じいちゃん、いつもボール蹴ってばっかで、それこそ飯食うのも忘れるくらいだったんだって。おじいさんも、お前と同じでサッカーバカだったわけか。え？俺サッカーバカなの？まあいいや。でさ、そのじいちゃんの特訓ノートやなんかを読んで、俺もボールを蹴り始めたんだよ。だから、俺とお前と、同じだろ？お前と、同じか。なんだよ、嫌なのか？いや、そうじゃない。お父様の容体はどう？はい、安定しております。後で病院にも行かなきゃね。旦那様からのご伝言です。お嬢様にはフットボールフロンティアもあるから無理に見舞いに来なくてもいいと。そうはいかないわよと反論するだろうともおっしゃっていました。ああ、それから何？内容は存じ上げません。では失礼いたします。何よこれ。というわけでバスは横転した。しかし稲妻イレブンの選手たちは這ってでも試合に参加しようとした。だがまるでその事態を見透かしていたかのように大会会場に一本の電話がかかってきた。試合には参加しませんと。それは影山からの電話だった。他にもある。三影洗脳中学を覚えているだろうか。あの中学のバックにも彼がいたことが確認されている。かつ影山は中学サッカー協会副会長とはいえ何を考えているかわからない。表舞台から消えても十分注意してほしい。みんな、全国大会2回戦の相手は千葉山中だ。千葉山中は山々に囲まれ大自然に鍛えられた選手たちがいます。きっと自然に恵まれた環境なんすね。みんなのんびりしてそう。彼らは無限の壁と呼ばれる鉄壁のディフェンスを誇っています。未だかつて得点を許していません。全国大会まで？ええ、一点たりとも。シュート力には難点もありますが、この鉄壁のディフェンスでここまで勝ち抜いてきたんです。わかった。その無限の壁とかいう鉄壁のディフェンスを破ればいいんだな。破ればいいって簡単に言うよね。破れないから鉄壁なんじゃないのかな。鉄壁って鉄の壁だろ。まあ意味はそうだな。だったらこっちはダイヤモンドの攻めをすればいいんだよ。はあ？ダイヤモンドの攻め。鉄壁のディフェンスが崩れるまで攻める、これがダイヤモンドの攻めだ。そのためには特訓だ！
んだん名前つけるのも早くなったんじゃないですか。特訓の成果ですよ。特訓？ありとあらゆるゲームをやり込み、漫画を読み、必殺技の名前を日々研究しているのです。そんなの特訓じゃなくていつもやってることでは。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。あれ、何やってんだよ。すみません、いつもみたいにパスしたつもりなんですけど。パスは正確に頼むぞ。はい、亀山ヘディング。何やってんだよ亀山。おかしいな、いつもみたいにやったんすけど。クリアス。もしかして俺のボールスピード違反だった？染めるか！ドラゴントルネードだ！ドラゴン！トルネード！あ、点入れられちゃった。もう一度だ。あ、ドラゴン！トルネード！なぜ決まらないんだ。俺の蹴りが甘かったか。いや、お前の蹴りは完璧だった。俺のも。なのになぜ。調子悪いのか。まあ、頑張ろうぜ。千葉山中が相手なんだから。何よ、みんなたるんでるわね。みんな変だわ。それにドラゴントルネードが決まらないなんて。体がなまってるんだわ。そんなことないですよ。例えば少林寺君はクンフーヘッドを身につけたし、他の人たちも動きは格段に速くなっています。じゃあ気持ちがなまってるんだわ。稲光修練場で特訓かしら。修練場のせいだ。どういう意味です？個人的な技術や体力が格段に上がったせいだ。わかりやすく説明してください。身体能力が向上しても、それを感覚として捉えていない。しかも相手の身体能力がどれくらい上がったかが感覚的にわからないから、タイミングが合わせられない。そんな、だってそれじゃバラバラじゃないですか。能力の向上が裏目に出るなんて。これから千葉山中と戦わなきゃならないのに。お前たちはいつも通りに振る舞え。わかったな。はい、はい、ちょっと休憩。スポーツドリンクで水分補給。レモンの蜂蜜漬けもあるわ。うおぉそべー。夏美さん、いつの間に蜂蜜漬けなんて作ったの？暇だったのよ。やっぱりみんなのことが気になる？負けてうちの評判を落とされると困るだけ。よし、また練習だ。理事長も影山は危険だと思ってるんだな。とにかく何があるかわからない。気をつけてかかろう。はい。遠藤君たちには不安がらせるのもいかんだろう。それに遠藤は分かってる。遠藤君が？バカなように見えてあいつは分かってるさ。フットボールフロンティアの素晴らしさも、潜んでいる危険も。遠藤、本気で無限の壁を突き崩す気か？ああ、正面からズバーンと。今の俺たちにできんのかね。大丈夫さ。俺たちには炎の風見鳥だって、稲妻1号だってある。決められればな。気合があれば何でも決まるさ。ねえ土門くん、トライペガサスだったら？ああ、俺たちのトライペガサスか。あれなら。何それ、どんな技？一ノ瀬と俺ともう一人のやつとの技だったんだ。三人技か。
三人の息がぴったりと合わないとできないよな。ナナ、その一ノ瀬ってどんなやつ？私とドモン君がアメリカに留学してた頃の友達。サッカーすっごくうまかったんだ。ああ、俺たちのチームをアメリカン少年リーグ優勝に導いた立役者だった。天才だったよ。フィールドの魔術師って呼ばれてた。フィールドの魔術師、かっこいい。会ってみて。その一ノ瀬ってどこにいんの？死んじまった。でもドモン君、あなたならあの技をみんなに教えることできるんじゃない？かもな。早く教えろよ。言葉にすんのむずいんだよ。いいか？ふむ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 。え、なんでそうなんだよ。だからさ、こっからこう力がぶつかるだろ。そうすると、あ、そうか、わかった。面白い。お兄ちゃん、何をコソコソして。もうそんなことしなくたっていいじゃない。今の俺にはあいつらが眩しすぎるんだよ。聞いたよ、ゼウス抽選のこと。残念だったね。残念？残念なんてものじゃない。俺の目の前で仲間があんなことに。こんな悔しいことがあるか。俺はこんなボールを蹴ることができるやつ。ゴーエンジか。ないんです。本当です。お兄ちゃんか。ゴーエンジ先輩、来いよ。キド、そんなに悔しいか。悔しいさ、ゼウス中を俺は倒したい。だったらやめよ。無理だ。僕はフットボールフロンティアから敗退した。自分から負けを認めるのか、キド。一つだけ方法がある。お前はエンドンを正面からしか見たことないだろ。あいつに背中を任せる気がないか。そろそろ始めませんか。すみません、もうちょっとだけ待ってください。監督、いい加減にしてください。いや、まだだ。もう一人来る。もう一人、もう一人って、全員揃ってるじゃないですか。って、おい、亀山は？トイレです。すぐ戻ってきます。とにかく全員いますよ。いいですか。大会規定によりあと3分以内にフィールドに出ないと試合放棄とみなされます。監督、どうしたんです？誰を待ってるんです？全国大会で試合放棄でやんすか？そんな。遠藤君、キャプテンでしょ。監督に何か言ってよ。よくわかんないけど、監督がまだだって言ってるからまだなんじゃないか。ああ、あと1分。試合放棄なんて勘弁してください。来る来るって誰が来るんですか。もう誰も来ませんよ。全員揃ってるんですよ。なんで試合を始めないんですか、監督。あと30秒。響監督、一体誰が来るって言うんですか。